よろしくお願いします。本日二タッチダウン、はい、ですよ。そうです、二タッチダウンですね。はい、プレー振り返ってもらいます。まあ個人的には今日まあちゃんと飛んできた時には取れたんで、それはいいことかなと思ってるんで、それは良かったかなと思ってて、まあ前半で僕は引っ込んでしまったんですけど、まだまだやりたいなっていう気持ちはあったまま、ちょっと試合終わっちゃったんで。まあオフェンスのベテランとして、はい、今シーズンのオフェンスユニット全体にどんな印象がありますか。まあ僕らはまあそうですね、僕もだいぶ最年長に近い年齢になりましたし、ランニングバックも宮古さんが僕の一つ上っていうところで、やっぱベテランが活躍してるイメージはあるんですけど、まだまだやっぱりこう若手、まあ、ルーキーだったりっていうのにもっともっと活躍してほしいなと思ってるん で彼らの底上げがオフェンスのユニットを強くすると思ってるんで、彼らにすごい期待している、そんな感じですね。オフェンス次戦はシルバースターなんですけど、はい、どういう相手だと見てますか。まあ、僕らが来年スーパーに上がるためには必ず勝たないといけないチームだと思ってるんで、まあ、難しいところもありますけど、そこは、まあ、ベテランもちゃんと活躍できるように、そして若手が大活躍してくれるように頑張りたいと思ってます。次戦の個人目標があればしょうか。そうですね、タッチダウンはもちろん取りたいと思ってますし、勝負どころで流れを変えるようなプレーがしたいと思ってます。シルバースターには前田選手同様、まあ、大きな感じの看板でした、はい、選手がいるんですけども、はい、意識しますか。まあオフェンス同士なんで戦うこともないんで、逆に僕はシルバーのディフェンスに対してすごい意識を持ってやってますね。特にこう警戒している選手いますか。まあ、全体的なチーム、全体的にレベルの高いチームなんで、あんまり この人がっていうのはないんですけど、ディフェンス全体のチームユニットとして警戒はしてます。では次戦に向けてオフェンスとしての強行、はい、テーマなんかあれば教えてください。まずシルバーに関してはとにかく勝つことが第一目標だと思ってますし、それ以外にはそうですね、来年スーパーに上がった時に、まあ、パナソニック、富士通、オービックと本当に日本一を争えるようなチームになるためには、まだまだ僕ら上手くならないと、ならないといけないと思ってるんで、次のシルバーの試合でも僕らが上手くなれるように、糧になるような試合がしたいと思ってます。ありがとうございます。